ほら、最近の YouTube の動画ってさ、どこ見ても商品紹介。どこ見たって商品紹介。ああ、何が面白いんだ、ほんと。なあ、ほんとに。俺もう商品紹介動画にほんとうんざりだわ。もう毎回毎回さ、商品紹介やって別に見ても変わらへんだろ。なんも思んねえし、商品紹介どこが面白いか教えてくれや、ほんとは。なあ。わかんねえんだけど、俺バカだから。バカだから、なあ、商品紹介動画の面白さがわからないんだけど、ほんと、教えてくれ、ほんと。賢いやつ。あ。マジで。俺を、鬼、教えてくれ、商品紹介。あ。ヒカキンの商品紹介っていうのは、手法としては、ねえ、ビジネスの視点から、で、見ればすごいと思うけど、面白いか面白くないかって言ったら正直つまんない、ほんと。正直、マジで商品紹介で思んねえから。な、俺みたいに面白いか面白くないかっていうのを求めて見てる人は、マツモンとか UJX、まあ UJX 商品紹介しかしねえか面白くねえわ、あいつ。マツモンだな。な、マツモンとかや、そういう、マホトとか、ぐらいだな。ほう。ほんと商品紹介動画しかしてねえやつ。めぐみもちゃんとね、ネタやってるしね。柴田とか、ね、そう。商品紹介しかさ、やらんやつってなんなん、ほんとは。なあ、ほんとなんも面白くねえじゃん、ほんとは。なんなん、ほんとは。ね。なあ、商品紹介ってさ、正直さ、YouTube の広告収入が欲しいからとか言ってるだけでしょ、あれって。俺が面白いことをアピールしたいから言ってるわけじゃなくて、商品紹介動画で子供たちを釣ってお金儲けがしたいですっていう風に言ってるだけでしょ、あんな。見ればわかるもん、俺だって。だって本当に面白いことやろうと思ったら商品紹介なんてやらないぞ。YouTube をパフォーマンスの場としてアピールするなら商品紹介動画は俺 NG だと思う。本当に。ガチで。もう商品紹介動画にはうんざりだわ。本当に。うんざり。うんざりガニって感じね。バイ。